サイレントインベージョンですね、はい、中国の政治工作で MI5 が警告と、はい、これもちょっと結構話題になりましたね。さらさらっといきましょうよ。大手メディアにはほとんど出なかったんですけど、はい、BBC の方ではですね、はいはい、これ出ましたね。はい、どういうことかというと、これ、13日、中国の工作員と見られる人間が、うん、まあ、政治献金を通じてアメリカの議会に食い込んでるんだということを公表しました。だからまだグレーゾーンなんだけど、そうなんです、逮捕されてほぼやってるだろうというふうに言われてると、はい、そうですね、はい、で現職のイギリスの下院議員と下院議員を目指す人とのつながりを確立してたということで、うん、まあ、公表されたということです。これ、ね、MI5 ってその国内に入り込んでる、はい、まあ、日本でいうところの公安みたいなものの、ね、はい、機能を果たしているものなんですけど、まあ、日本、アメリカ国内に侵入している、まあ、MI6 が海外 で、 で MI5 が国内、そうです、まあ、FBI みたいな、FBI みたいな、はい、に近いのかなと。でこの MI5 が警告を出したということです、うん、はい、でその警告の、該当者になったのはですね、うん、クリスティン・チンクイ・リーさんという方ですね。チンクイ・リーさん、だから どういうあれか分からないんですけど、はい、チンクイ・リーさんという方ですね、はい、で名前は顔写真もありますので、はい、そうですね、はい、ちょっと出していただければと思うんですけど、この女性が中国共産党のために、まあ、政治活動をしていたというふうに言われます、うん、はい、まあ、長期にわたる重要な調査で得られたものだということでですね、うん、はい、まあ、結構異例なんですけど MI5 が、あえてその BBC 側に対してですね、はい、メディア側に対して公表したということですよ、はい、でちなみにロンドンの当然なんですけど中国大使館は声明を出してイギリスへの政治介入はしておりませんということで否定したと、はい、いうことです。で下院議員の、まあ、利益登録簿によるとですね、はい、2020年までの間に42万ポンド、うん、これ、うん、約6500万円以上渡してたということですね、はい、彼女のこの息子がこのガーディナー、うん、労働党の議員ですね、下院議員の事務所でボランティアとして働き始めたらしいですよ、うん、はい、中国のボランティア、まさにこういう疑惑をかけられたこのガーディナーさんの、はい、下院議員の方なんですけど、うん、いや、リーさんの息子やっぱり雇ってますよということでですね、うん、まあ、彼女の実態としては僕も気づいてましたんで、うん、まあ、MI5 と連絡取ってましたって言ってるんですけど、はい、いや本当かよって話ですね、うん、はいはい、ということになります。なるほど、まあ、これ、まあ、グレーなんですけど、まあ、MI5 がしっかり公表して、ね、どんどんこういうの出てくるんですよね、はい、でね、これね、僕やっぱ指摘しなきゃいけないの、うん、これオーストラリアの例もそうなんですけど、はい、イギリスも例もそうなんですけど、うん、これ諜報機関とメディアがタッグを組んで中国側の、進行工作みたいなものに対して、はい、進行工作みたいな暴いていくっていう形なんですよ。オーストラリアの場合も相当 ABC とかと、その何ですか、エイジオ、これ2つが情報機関がやっぱ一緒になってやってるということじゃないですか、はい、うん、はい、日本はちょっとそれがまだない、まあ、ね、うん、何億円か年間もらってる毎日新聞が手伝うわけないよねと、中共からも、いやいやいや、中共から広告費もらってる、最近なんですけど、ここ1週間ぐらいなんですけど、うん、毎日新聞ね、意外といい記事出してて、うん、まあ、ちょっとそのアリバイ作りじゃないですかっていうふうにも言われるかもしれないですけど、はい、一応、うん、おしんと新時代っていうなんか連載出してて、それ非常になんか中国側からいろいろ工作受けてるっぽいよねっていうことをいろいろ匂わすような記事とかね、うん、はい、結構ね、はい、出してるんですけど、はい、メディア側がやっぱりちょっとその日本は弱い、うん、公安警察機関はやっぱやってると思うんですけど、うん、それ以上にメディアとの連携みたいな部分、メディアが応援しなきゃいけないんですよね本当はね。公務員の人ってやっぱちょっと心細いですから、うん、失点があるとやっぱり失脚しちゃうんで、そういう意味ではメディアが応援して国民の声で応援しなきゃいけないんですけど、はい、この反中国っていう雰囲気を作らせないっていう流れが日本にどうしても出ちゃってありますね、まあ、経済があるからっていう、はい、経済界の結びつきっていうところあると思うんですけど、うん、いやそれ以上にね、これは公安関係がしっかりやるべきなんじゃないのっていう、経済界というよりも政治家がつながっちゃってんじゃないかなっていう気がしますけど ね、日本の政治家がやられてないわけないじゃないですか、はい、で、はい、これそれに関する参考になる、うん、そのやり方はこの見えない手の方ですね、うん、これイギリスの例もあるんですか、はいはいはい、はい、なんすかそのジャパネットみたいなやり方は見えない手という、はいはい、まあ、これもっと詳しくは、はい、トリプルインベージョンの方がそれをまとめて話してますし、うん、すね、はい、福読本も、はい、僕監修してますけど、はい、こういう形で見えない手の本の中に入ってくる、うん、はい、例ですね、はい、アメリカのイギリスの保守系の、うん、まあ、保守党の、うん、まあ、リタイアされた方ではあるんですけど今はね、はい、はい、かなり、上の方とハニトラをしてると、はい、いうことがありますよ、ね、実際に、はい、で中国にわざわざこうその旦那を呼んできてですね、うん、はい、で歩け歩け
大会みたいなのも開いてるらしい。ずっと歩いてるね、はい、ということですよね、はい、ただこれ確実に言えるのはですね、こういう話っていうのはオリンピックのまでは結構北京側も、うん、まあ、ちょっと抑え気味の形でいくと思うんですけど、はい、その後にまたこれ一気に攻勢、つまり2月後半からまたいろいろやってくるんじゃないかなというところが問われますね、これからね、はいはい、そうですね、注目ではあります。米中二次元戦争の備えのパート7、米中戦争の、はい、鍵は日本だってことで出てきましたよ。国家と日本の個人のエマージェント戦略、これを、今回出しましたということで、はい、もう新しい。で、来週までですね、特別価格、ちょっと安くなった価格とおまけの、はい、おまけを、音声をプレゼントということ で、はい、そうですね、おまけはですね、大国のリスクっていうことと、あとルトワックの日本再生論をこちら入れておりますので、はい、それとあとあれですよね、はい、ルトワック の裏話が、うん、あ、そうです、そうです、裏話が入っております、ね、はい、ルトワックが失脚しそうになった話ですか。はい、そうです、ちょっと、はい、まあ、それが結構よかった、彼にとっては良かった。やっぱピンチはチャンスと。ピンチはチャンスですね。いすね、はい、という話ですね。まあ、強い人間はピンチをプラスに変えられる。いや本当、それを途中でね、はい、はいはい、できるっていうのはやっぱ強いです ね。学習塾始めたんじゃないかった。違いますよ。違いますよ。違いますよ。ますそれはあのドラマの方ですから。この間終わったドラマ。あ、そうですか。はい。わ、はい、かりました、はい。学習塾始めた。はい。ということで、はい、米中20年戦争に備えようのですね、パート7。ですね、はい、米中セブンというやつが出ましたということで、まあ、鍵は日本だということでね、はい、国家と個人のエマージェント戦略ということで、うん、来週の放送までは特別価格でちょっと安くなってですね、はい、それからおまけの音声プレゼント、はい、それでおまけの音声は、はい、大国のリスク、それからルトワックの日本再生論ということで盛りだくさんですよね。それについて、はい、ちょっと音声を入れておりますので、はい、ぜひよかったら買っていただけたらと思います。